皆さん、こんにちは。聞こえてますでしょうか？皆さん、大丈夫でしょうかね？AA のケースタディクラブ第15回なんですが、今日は、褥瘡予防のためのドレッシングというタイトルで、3名の、講師の先生方から、講義をいただきます。で、コメンテーターとして、山口県立大学の田中真彦先生、また東京医科大学の泰斗先生に来ていただいてます。で、まず最初に、そしたら吉村さんから、プレゼンテーションいただいて、吉村さん、中谷さん、飯塚さんの順番でプレゼンテーションしていきたいと思います。で、中谷さんがまだちょっとプレゼンテーションの方がトラブルで、あれなので、あ、中谷さんで失礼しました。飯塚さんがまだうまくいっていないので、とりあえず吉村さんから、始めていきましょう。よろしくお願いいたします。これで大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。じゃあよろしくお願いします。一応、プレゼン中は、ビデオのところはオフにして、ビデオとミュートにして、ビデオはオフでミュートにしておいてください、皆さん。東京医科大学病院中央手術部の吉村と申します。私からは手術室での褥瘡予防のためのドレッシングについてお話をさせていただきます。まず、褥瘡発生要因4項目について確認をしたいと思います。褥瘡発生要因4項目は、体圧と、ズレ摩擦、マイクロクライメートになります。そしてその4つの4項目がすべて関連すると、最も褥瘡発生リスクが高く、重症化をする可能性が高くなります。では、次に、手術室ですごく特殊なところなので、その特殊性というのをちょっと確認したいと思います。まず、全身麻酔がかかった患者さんの、体っていうのは、鎮静、鎮痛で意識がない状態になって、筋弛緩薬が投与されます。で、そうすると、まあ、簡単に言うと、もう全身がふにゃふにゃになっている、もうこんにゃくのような状態になります。そして、そのためずれやすい、歪みやすいということがあります。そのため、まあ、手術台から、まあ、崩れ落ちるように落下する危険もあります。で、その全身麻酔がかかった患者さんの体っていうのは、もうとにかくすごく重いんですね。そしてもうふにゃふにゃになっている。で、この、こんにゃく状態の患者さんに、まあ、挿管をされていて、まあ、点滴も何本も入っていて、まあ、A ラインやいろんなモニター、胃管や膀胱留置カテーテルなどが、入った、左下の写真のような状態になっています。そしてその患者さんを、全身麻酔がかかった状態で、体片管をします。その手術で必要とされる単位があるので、その単位を取るわけですが、こちらはパークベンチ単位の実際の単位固定の動画をちょっとご紹介見ていただきたいと思います。で、このパークベンチ単位というのは、脳神経外科の頭蓋底腫瘍摘出術で取られる単位で、側顆位の特殊単位になります。で、これをみんなで。お手早く体位を取るということをやっています。で、この、手術室での、この特殊な環境の手術室での褥瘡対策の位置づけというのをちょっと確認したいと思います。でもやっぱり手術室っていうのは、手術が安全に、そして、スムーズに進むことが最優先です。で、そのため、手術室での褥瘡対策の優先度っていうのはどうしても、低くなってしまいます。で、この手術室で、褥瘡対策に使える時間っていうのはすごく、限られています。普通のちょっと手術室の流れを、手術開始までの流れをちょっとご紹介したいと思います。
まず患者さんが、入室してから麻酔導入をして、で、まあ、挿管。で、この挿管が終わった後から、まあ、体位固定をして、で、消毒が始まって、ドレーピングが進んで、手術開始となるんですけれども、で、この挿管をした後から、この消毒までの時間が、まあ、褥瘡対策のこの勝負の時間帯になります。で、これが早い時だと、15分ぐらいで手術が始まってしまう時がありますので、この短時間に褥瘡対策を行わなくてはいけない。で、そのためには計画的に、褥瘡対策を行わなくてはいけなくなります。で、そして、私はその患者さんに近づくスペース、患者さんの近くに立つスペースを何としても確保するっていうのをやっています。っていうのが、まあ、先生たちはとにかく自分たちの手術の準備をしたい、そして早く手術を始めたいですね。でも私たち看護師は、やはり褥瘡対策をきちんとしたい。で、そこで、まあ、先生たちの間を縫って、自分がその褥瘡対策をやりやすいスペースを確保、どう確保するかっていうのがすごく大切です。そしてこの手術の準備が終わると、もう先生たちは手洗いに行ってしまうんですね。で、そうすると、もうすぐ手術が始まる。で、そうすると、褥瘡対策ができなくなるので、本当にこの挿管が終わって、この消毒までの時間っていうのは、本当に猫の手も借りたいほど、すごく慌ただしい、忙しい時間帯になります。で、そんな手術室で求められる褥瘡対策というのは、まあ、手術進行をやっぱり妨げないもの、そしてやはり、簡単に行えるものっていうのが求められます。やっぱり何はともあれ、手術室では手術の安全と円滑な進行がもう最優先です。そして手術前は、とにかく忙しい、時間がないんですね。で、そのため、例えばドレッシングだと、手術室で求められるものは、例えばカバーフィルムをシュッと剥がせてパッと貼れる、何も迷わず、そう、貼れるっていうのがもうすごく求められる理想的なものになります。ってところで、最近では低侵襲手術が非常に増えてきています。で、この低侵襲手術っていうのは、まあ、腹腔鏡とか口腔鏡の手術が、のことを指すんですけれども、それが非常に増えています。やはり近年、医療技術とか、医療機器が非常に進歩したので、そういう内視鏡を使った手術っていうのがすごく増えました。そして、診療報酬が改定されて、ロボット支援下、ダビンチ手術の保険適用範囲が、大きくなったので、そのダビンチでの手術というのも、増えています。で、このダビンチでの手術ですが、これは、前立腺、例えば前立腺摘出術の手術ですと、頭転移になります。で、これ、右側の写真で、向かって左側が患者さんの頭で、向かって右側、下肢って書いてるところが患者さんの足になるんですけど、頭を下げて、手術をしています。で、この腹腔鏡手術で、なぜ手術台を傾けるのかというと、内視鏡で、カメラで内臓を見てるので、視野を確保するために、この重力で、移動させて、術野の視野を確保するために、まあ、手術台を傾けたり、まあ、頭転移、頭側挙上というのを行っています。で、このダヴィンチでの前立腺の手術では、大体20度から30度ぐらいの頭転移で、手術が行われています。で、これは腹腔鏡の、結腸切除術の、動画なんですけれども、術中もこういう単位が取られます。で、この腹腔鏡、まあ、術中は起き流しとか要指摘受圧をするタイミングっていうのが、やっぱり手術進行を妨げないっていうことが大切なので、まあ、制限がされます。なので、このドレッシングでそのズレ力の対策を取るっていうのが、非常に、オペ中は有効な対策になります。では次に、その手術室での、ドレッシングでの褥瘡対策について、見ていきたいと思います。まず、以前フィルムでの褥瘡対策っ
ていうのが非常に広く用いられていました。しかし、このフィルムでの褥瘡対策には問題点がありまして、フィルムは摩擦予防の効果しかないんですね。で、またフィルムっていうのは半透過性のため発汗が多かったり、皮膚が脆弱な患者さんでは粘着部がかぶれることがあるので、注意が必要です。で、そしてこちら2症例の方はパークベンチ単位で手術をされた方なんですけど、フィルムで褥瘡対策っていうのをしていました。しかし、このように写真を見てお分かりいただけると思うんですけれども、2例とも、もうひどい膨隆する発赤ができていて、水泡形成もされて、水泡形成もされてしまっています。なので、このフィルムに褥瘡予防効果があるのかっていうのは非常に私も疑問だったんですね。で、それで、他にも4点フレームでの、褥瘡、4点フレームでも非常にパークベンチ単位と並んで褥瘡発生が多い手術で対策が難しいんですけれども、この4点フレームでの手術を受ける患者さんを対象に、一つちょっと調査をしてみました。これは、フィルムを調布してた時期に行ったものなんですけれども、褥瘡発生率と発生要因を、調査をしてみたところ、高 BMI、BMI が高い方と、あとは手術時間というのが褥瘡発生要因として抽出されました。で、これなぜ BMI が、高 BMI が抽出されたのか、ちょっとご説明をしたいと思います。4点フレームというのは、脊椎後方手術で用いられる耐固定をするフレームなんですけれども、この4点フレームのパッドというのが、内側に傾斜をしています。そして、前胸部と前胸部2箇所と腸骨部2箇所で、耐固定を体を支えているので、接触面積が非常に小さいですね。そのため、高い体圧と、ズレが前胸部と腸骨部に負荷をされます。で、この BMI が高い人だと、4点フレームに寝たときに、この沈み込みが大きくなって、変形が高度になります。で、一方、その低い BMI の方っていうのは、表面のみの変形になります。で、この BMI が高値の人っていうのは、沈み込みが大きくて、変形、歪みが高度になる、なりますので、その分、ズレも大きなズレが付加されるということになります。で、これはつい最近手術をした方なんですけれども、身長161センチで体重132キロ、BMI が50.1ありました。で、この方は、全身麻酔をかけて、筋弛緩薬を投与した後に、この黄色の向かって右側の写真で、これ黄色い矢印のところはお腹腹部なんですけれども、これが、矢印方向にどん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 体が崩れ落ちていって、もう手術台に落ちるギリギリのところを、みんなで体で支えて落ちないようにしていたという方なんですね。向かって、左側の写真は、この写真の奥側が頭があるんですけど、もうお腹が大きくって、もうお腹がパンパンで、もう頭も見えなくって、もうギリギリ手術台にもうどうにか乗っているという方でした。で、この BMI が高い方っていうのは、アーミット先生の報告で、多層性シリコンフォームドレッシングは、軟部組織内のズレを減少させる効果があるということが有限要素法で示されています。で、これ向かって、左側は、メピレックスボーダーをかかとに調布した状態をシミュレーション、コンピューターシミュレーションしています。で、向かって右側は、ドレッシングを貼っていない、状態なんですけれども、この、応力というものを、示していて、で、このかかとの、下のところに赤く示されているところが高い応力を示しています。で、向かって右側のドレッシングオフの方の、かかとをシミュレーションした有限要素法では、赤色の高い応力が付加されていることが分かります。で、向かって左側のドレッシングを貼った方では、右側のドレッシングを貼ってないものに比べて、応力が小さくなっていることがお分かりいただけると思います。では、褥瘡対策にはどんなドレッシングが有効なのか、ちょっと文献をご紹介したいと思います。
で、文献で紹介されているのは、やっぱり多層性シリコンフォームドレッシング、メピレックスボーダーで、褥瘡対策に非常に効果があったという報告が多くなっています。で、この報告では、手術室と ICU に特化してピックアップをしてあります。で、こちらも、上から、ニック・サンタマリア先生の、多層性シリコンフォームドレッシングでメピレックスボーダーが有効だったという、報告から始まって、やはり、多層性シリコンフォームドレッシングは、手術室や ICU での褥瘡対策に有効だったという報告が、多くなされています。次に、国内の学会発表のものをご紹介したいと思います。これも ICU と手術室に。で、報告があったものをピックアップしています。で、国内では、ICU ではアレビンライフが、有効だったという報告があるものと、あとは、日本手術看護学会では、メピレックスボーダープレテ、プロテクトが4点フレームで、褥瘡対策に効果があったもの、あとは、手術室のその下が、手術室での褥瘡発生に、メピレックスボーダープロテクトは効果があったという報告がありました。しかし、この、予防的ドレッシングっていうのは、一つ問題がありまして、保険、償還されないんですね。そのため、この予防のために使うドレッシングの費用というのは、病院持ち出しになります。そのため、褥瘡ハイリスク患者ケア加算を、うまく使ったりだとか、して、この予防的ドレッシングを使う必要があります。で、当院では、ドレッシングは病院持ち出しになるため、ドレッシングの調布基準というものを、褥瘡委員会で、定めました。で、それを少しご、えー、その調布基準をご紹介したいと思います。まず、術式単位に関しては、パークベンチ単位、もしくは4点フレーム、もしくは砕石医で、の場合は、特殊単位ですので、褥瘡発生リスクが高くなりますから、予定手術時間が3時間以上のものには、ドレッシングを調布する。そして、予定手術が6時間以上のもの、これは単位に関係なく、予定手術が6時間以上のものは、ドレッシングを調布します。で、回心術や大血管手術の時は、仙骨部と外科に調布をして、タビ、これは大動脈、タビでは、仙骨部のみ調布をする。ただし、ステントグラフト内挿術の場合は外科のみ調布をするというふうに基準を定めてあります。で、また、当院ではちょっと牽引ベッドでの、手術で、褥瘡が発生をしたということがちょっと続きました。で、この牽引ベッドで手術をされる方っていうのは、大腿骨頸部骨折で手術をされる方になるんですけれども、そうするとやはり高齢で、皮膚が、乾燥していたりだとか、骨突出があったりだとか、褥瘡発生リスクが非常に高いので、この牽引ベッドで手術される方には、仙骨部と、管足の臀部にドレッシングを調布するということにしてあります。そして、次に患者要因ですが、これは BMI が25より、高値のもの、また、もしくは病的骨突出がある方に対してはドレッシングを調布するという、基準を作成しました。では、ドレッシングを貼らない場合は、どうするのかというのをちょっとご紹介したいと思います。で、そういう時は、体圧分散マットレスや、あと体位固定の工夫をして、褥瘡が発生しないように、しています。また、陽子的除圧を行ったり、あとは、ポジショニングですね。で、体圧が分散されるようなポジショニングを取ること、あとは、ゲル状マットは、ずり力を軽減してくれるので、ゲル状マットを使うようにしています。で、このポジショニングで、対応するというのは、方法をちょっとご紹介したいと思います。この左上の、写真は、腹臥位での手術なんですけれども、腸骨部にかかる体圧というのは、下肢全体を体圧分散マットレスで、支持すると、腸骨部の体圧が下肢全体に、圧が分散されるので、腸骨部にかかる圧が軽減することができます。で、このようそうすれば、腸骨部にはドレッシングが必要ない、前胸部の2箇所だけでいいということになりますので、このようにポジショニングを工夫して、褥瘡対策を取るということになります。
では、ここからちょっと事例の紹介をさせていただきたいと思います。パークベンチ隊、まずパークベンチ隊での事例をご紹介させていただきます。パークベンチ隊では、ドレッシングをメピレックスボーダーを貼っています。で、下側を写真のようにしています。でこちらは、ちょっとドレッシングを貼ってなかった症例なになります。でこれは、ちょっと手術、患者さんが入室する前にちょっといろいろ変更事項が、重なってしまってちょっとバタバタしてしまったというちょっと事情がありまして、ドレッシングを貼り忘れてしまった症例になります。でこの方は20歳代の男性で BMI は 21.9 なので、まあ、普通の体格の方で手術時間は9時間3分、中枢温、手術終了時の中枢温は 39.1 度まで上がっています。そして、出血量は151でした。でこのように、右の側胸部に 10×10 センチで、発赤と、あとはここに、水泡も形成されていて、まあステージ、NPUAP、EPUAP 分類ではステージ2、カテゴリー2の露褥瘡になります。この褥瘡は治癒するのに11日間かかっています。次に、こちらはドレッシングを、調布した症例になります。30歳代の女性で BMI は 21.1、 手術時間は6時間31分、で中枢温もちょっと上がっていて 38.3 度まで上がっています。で出血量は215でした。でこちら、ドレッシングを剥がしてみたところです。で全く皮膚障害、発赤、水泡できていませんでした。でこういう症例を見るとやはりドレッシングの効果っていうのが非常によく分かる症例だったと思います。で手術室でない、手術室でドレッシングでの褥瘡対策についてですが、多層性シリコンフォームドレッシングは非常に効果があるということが言うことができると思います。ただし、何でも貼ればいいというものではなくて、褥瘡発生リスクをきちんとアセスメントして、ドレッシングを調布するのか、調布する必要があるのかどうかを判断する必要があります。そして、調布をしない場合、また調布ができない場合は、体圧分散マットレスや体固定法の工夫、あとは陽子的調圧を術中行ったり、あとポジショニングやゲルジョンマットを使用することで対応をするということになります。そして、やはり調布基準を決めるということも大切だと思います。で次は、ちょっと症例検討で皆さんにちょっとご意見を伺いたいと思って、お出しする症例です。これは、ダヴィンチでのロボット支援下手術での結腸切除術の、症例です。で体固定法は、陰圧式固定具と、あと体圧分散マットレス、ソフトナースを使っています。そして足は、これ採石位を取っているんですけれども、レビデーターというこの足を、支持する体固定具を使って、ブーツ型の体固定具を使っています。そして術中の操作としては、頭底になることと、あとは、レビデーターの操作というのを行っています。でこの、レビデーターの操作なんですけれども、術野の状況に応じてこの足の高さや角度を変える必要があるのでこのレビデーターを操作して、足の角度は、の褥瘡発生は右の臀部に褥瘡が発生をしています。で、仙骨部にはメピレックスボータープロテクトの仙骨用を調布していました。でそのため、仙骨部には褥瘡はできていないんですけれどもそのメピレックスが貼られていなかったところに、褥瘡が発生をしてしまっています。そして、右臀部だけですね、左は何もなってなかったんですけど、右臀部だけに褥瘡が発生をしています。で二重発赤で、腰のところに、真横に線状の発赤ができているんですけれども、これは陰圧式固定具の、陰圧式固定具の辺縁が当たって、できた発赤、MDRPU になります。
で、この方は50歳代の男性で、BMI が33.2で、ちょっと体格のいい方でした。で、手術時間は11時間40分、手術終了時の中枢温は38.1度、出血量は、1626です。この方は、術後21日目までは、終えてたんですけれども、退院をされたので、この方は褥瘡が治癒せずに退院となった方です。で、この方の、褥瘡発生要因として考えられるものを挙げてみました。まず、長時間手術で高体圧が付加されていたこと、そして、細石器で、仙骨部、臀部に高体圧が付加されたことと、あとはズレが生じていたこと、そして、やはり肥満だったこと。で、これは、脂肪組織が厚いことで、ズレの影響を受けやすく大きな歪みが生じたと考えられます。そして、手術台を到底にしたため、ズレも生じています。そして、高体温になったこと、あとは、レビゲーターの操作でズレが臀部に生じたのではないかということ、そして、結腸手術の時は、肛門操作をするんですけれども、その際に、肛門での操作をやりやすくするために、臀部を、ちょっと先生は足と足の間に立つんですけれども、微側に臀部をちょっと引きずり出すということもするので、その際に、ズレが生じたということも考えられます。最後に、これは MDRPU の発生要因になるんですが、陰圧式固定具の硬い部分が、の片鱗が当たっていたため、MDRPU が発生したということが考えられます。で、ディスカッションポイントですが、まず1つ目として、右の臀部だけに、褥瘡が発生した原因について。で、2つ目に、ドレッシングでの、対策に、ドレッシングを貼るという対策について、あとは、肥満患者の術中のやっぱり受圧方法についてです。で、肥満患者さんの術中の受圧方法というのは、体格がいいと、その陽子的受圧、患者さんの体の下に手を入れるとか、マットレスを潰して、圧抜きをするっていうことができないんですね。患者さんの体が重すぎて手が入っていかない。じゃあ、そういう場合に、受圧っていうのは、術中の受圧っていうのはどういうふうにすればいいのかについて、ご意見、アドバイスをお伺いたいなと思います。以上になります。ありがとうございました。ちょっと時間がかなりオーバーしてしまったので、ディスカッションは後で皆さんでやりたいと思います。じゃあ続きまして、中谷さんお願いできますでしょうか。画面を共有させていただきます。よろしくお願いします。褥瘡予防の多様性と調和というところで、今日は、大浦先生、このような機会を与えていただきまして、ありがとうございます。COVID-19 がかなり拡大しておりますけども、自身の感染対策も十分に取りながら、邁進していきたいと考えています。私は国立循環器病センター大阪にございまして、大阪の吹田市にあるんですけども、ちょうどこのヘリポートからここに万博の太陽の塔が見えるような状況のところにおります。ここは心臓病と脳卒中、大動脈を含めた大血管疾患を対象とした超急性期の高度先端医療を担う特定機能病院です。で、病床の有床病床は550床で、平均在日数は12.8日となっております。で、今日は、私は症例の方を、多層構造のドレッシングを使用して予防できた症例っていうところを主にまとめてまいりました。と、私たち、WC ナースっていうのは、
私は専従で活動しているんですけれども、院内の褥瘡やスキントラブルをどうやって予防していくか、まあ、どうやって対策を立てていくかということを主に活動しているんですけども、ガイドラインに基づいてアセスメントのケアを実践していくわけですけども、まあ、リスクのアセスメントを行って、リスクがある患者さんに対して回避できるケアを継続して実践する。で、具体的には体圧分散ケアとか、まあ、予防的スキンケア、ポジショニングというところで行っていってます。で、適切な時期に適切なものを使って適切なケアを実践する、そしてそれを継続するということを日々考えながら行動していってます。でもしかしなかなか褥瘡発生というのはゼロにならなくって、予防しきれないことが多々遭遇します。で、私の課題っていうのは当院では尾骨部に発生する褥瘡っていうのが多くて、これに対して予防対策を検討することが、まあ、私の課題でした。で、当院はやっぱり心不全の患者さん、循環器疾患の患者さんがもう主ですので、まあ、心不全の患者さんっていうのは急性期、まあ、呼吸困難感から、まあ、それによって状態が悪化していく。で、呼吸困難感のその症状を緩和するための対位として、どうしても等速挙上対位とか、ファーラインを保つということが主になってきます。で、まあ、この患者さんたちというのは、全身の血液の巡りに関連していて、まあ、低心拍質量ロスであったりとか、全身のむくみっていうのに非常に関連しております。で、そこで大きな褥瘡発生の要因としては圧迫と摩擦とずれとマイクロクライメットって言われてますけども、ここに内的要因の循環障害なども含まれてくるんですが、この4つに対してどのようにケアを実践していくか、介入していくかというのが鍵になりました。で、褥瘡学会のガイドラインでは、高齢者の骨突起部の褥瘡を予防するためには、ポリウレタンフォームのシリコンドレッシング剤を調布を進めるというのは、かなりエビデンスが高く、2番目にエビデンスが高いというか、推奨度に推奨されているような状況です。で、このようなエビデンスにつながるものとして、オーストラリアのニック・サンタマリアさんで、これ有名な文献なんですけども、ICU、特に内容では、まあ、心臓の手術をした後の患者さんなどに、このドレッシング剤を用いた場合、優位に褥瘡の発生が低かったというデータと、あと、治療にかかるコストというのも約 3.6 倍のコストの削減ができたというようなデータがございました。で、そこで本当に効果があるのかというところを、当院でも HCU、特に心不全と心筋梗塞の後の患者さんが入るような病棟なんですが、その患者さんに対して普通のケアをやっていた介入前と多層構造のドレッシングを調布したところっていうのを比較してみました。まあ、そうすると介入後というのは約 2.8% の褥瘡が減っていまして、私の目標としていた尾骨部の褥瘡を減らすということはこれでクリアできたわけです。で、コストの方も治療にかかるコストも非常に減らせていて、まあ、この皮膚保剤というのが褥瘡発生率を減らすということに役立つことが分かりました。そこで院内でこのようなプロトコール、誰にでも貼っていいわけではなくて、やっぱり急性期の状態の悪い患者さんたちというところにプロトコールでに沿って調布していくということを考えていきました。で、特に循環が悪いので EF だったり神経数だったり手術単位であったりというところを含めていきました。で、このようなプロトコールを作って、まあ、スタッフがこれが普通にできるような状況になってきたわけですね。その時にちょうど2018年に大阪府北部を震源とする地震が起きました。で、恥ずかしいことなんですけども、周りの病院というのは全然被災されていなかったんですが、当院は建て替わって今2年目を迎えているんですが、非常に古い施設でして、で、まあ、いろんな問題もありまして、ちょっとかなり被災してしまった状況にあるんですね。で、天井からは給水タンクが破れましたので、水浸しの状況になり、患者さんたちを避難させるというような状況が起きたわけです。で、まあ、日頃からスペースの机、もしかしたらこんなような状況になってるかもしれないんですけども、このような発災状況でした。で、このようにアドバンだったりすると、底づきが生じるので、こうホースをしっかりと止めてくださいという被災時のようなアナウンスもあったんですけども、この止めるテープすらもう、どこにあるかわからない状況に陥ってしまって、で、もう全部ラウンドした時には、もう底づきが始まっていたという状況も発生していました。
で、ライフラインはすべて遮断されてしまったわけで、院内の自家発電装置に切り替わらなかったっていう非常にすごい状況になっていたわけです。で、もちろん夏に起こりましたので、もう冷房ですね、冷房もストップしまして、日中はやっぱり室温というのは30度を超えるような状況で、患者さんをクーリングで冷やしていくというような対策を取っておりました。そこにはハイリスクな患者さんというのも存在していたわけです。で、この時のハイリスクな患者さんの状況で予防ができたという状況についてお話ししていきたいと思います。この方は80歳代の男性で、かなり痩せ型の患者さんでした。脊髄梗塞と胸部の大動脈瘤、鍼灸腺の脳梗塞、そして心房細動などありまして、腹部の大動脈はステントグラフトを行っていたんですが、そこが感染疑いに入院されていまして、この感染症で、血行動態も破綻していました。でそれで収縮気圧80から70、ハートレートも高く、体温は37度から38度という状況でした。直送のハイリスク項目にもこの4点が当てはまっていました。この患者さんは、この脊髄梗塞のために、四肢の体量も少なくて、体変換をするだけで痛くて、もう触ってほしくない、体変換してほしくない、というような状況でして、この8歳前ですね、病棟のナースというのは、このようにスモールチェンジ法というのを行いながら、体変換を行っていたわけです。で、この患者さんはやはり感染症ですので、抗生物質抗菌剤を広域のものを投与していまして、下痢が持続していました。ブリストルスケールの6から7がもう頻回に出るというような状況で、おむつ内の過信難な状況でした。で、抗体温による発汗で、全身もとても過信、湿潤している状況という感じでした。で、8歳直後なんですけれども、すいません。でこの患者さんは、グレーデンスケール10点で、形式スケールでも全ての項目が当てはまり、かなりハイリスクな状況で、圧迫と組織耐久性に関して普通の日常の、一般的な看護ケアプラス多層構造ポリウレタンフォームドレッシングというものを常服しておりました。で8歳後ですけども、8時に起きたんです。でその時に夜勤のナースというのは7時におむつ交換を終了していまして、この日は月曜日だったんですが、すべて、偶然と言いたくないんですけども、標準的なケアがこの時に完結していたわけなんです。おむつ交換をし、ドレッシングの剥がれがないことを確認し、そしてまた撥水クリームもしっかりと塗布してくれていたという状況でした。で8歳直後からは、水浸しになってきましたので、安全な病棟へ担架で移動するという状況になり、継続的なケアというのが困難な状況になってしまったわけです。で皮膚が診断する、このような下痢が持続したり発熱、そして30度を超える室温の中で皮膚が診断してしまうと約5倍の損傷を受けやすいというようなデータ、論文もあります。その中で非常に褥瘡発生というののリスクが高い状況だったわけですけども、このように多層構造のドレッシングを常服していて、下痢だったんですけど頻回なおむつ交換ができない環境だったんですが、7時にケアを完結していたということで、この患者さん24時間経っても褥瘡発生することなく、褥瘡が予防できたというような症例になっています。で、ハイリスクな患者さんに対して皆さんがこのようにもう予防用のドレッシングを貼っていただいてたので、震災時8歳直後から1ヶ月間というのは院内での褥瘡は発生が結構増えるんじゃないかって予測してたんですけども、発石1例のみで褥瘡の重症化というのも見られませんでした。でこれは、最近なんですけども、重症の COVID-19 の感染をしまして、加療後呼吸不全に陥った患者さんの症例です。この方80歳代の女性で BMI15.6、 かなり痩せ型でした。で COVID-19 の加療後呼吸不全に陥りまして、気管内相関を行い、そして気管切開を行いながら呼吸管理を行っていました。この方は循環器疾患をお持ちで、心不全、心機能悪く EF35%、 そして低栄養であり、AVR の術後や、IE などの経過から抗凝固療法などもされてたんですが、食管器出血が疑われてワーファリンなども中止されて、ちょっと塞栓症状なども認められるようになりました。で重症化止血も
ありましたので、ABI は非常に低く、このように即死の切断の気温もある患者さんです。何が問題だったかというと、もうずっとこの方もブリストルの6から7の下痢が持続していたということと、まあ、肺炎の合併の予防のためと誤嚥性の肺炎の予防のために常に指示は等速挙状態で管理をするということと、あとそれ以外でしたらもう即外入退ということになりました。この患者さんの問題点としてもかなりブレーデンスケールが低い、形式スケールも全ての項目に該当するということで、非常にリスクの高い患者さんでした。で、病棟のナースはまたこのように圧迫や組織の耐久性に対して、このような一般的な看護ケアというのを立案しながらケアを行うわけですけども、この患者さんも多層構造のポリウレタンフィルムドレッシングの調布というものを実践していました。実際は、まあ、このように下痢の持続と過剰に侵難する状況と等速挙状態の外力、まあ、ここに関して介入することが必要になってくるわけなんです。でもすでにこのように下痢に対しても IAD も発生している状況で、かなり、まあ、骨突出もありましたので、褥瘡のリスクというのは非常に高い状況でした。で、このように、この時には、ちょっと違う種類のものを貼っているんですけども、これはハイリスクの時期をちょっと越したら、まあ、家族にご購入していただいて、まあ、これは売店に売っているものとして、ちょっと違う種類のものを取り入れているんですけども、このように予防的に調布して、褥瘡発生が防げたという状況です。で、論文からは、まあ、COVID-19 においては、やはり下痢というのが合併症で起こるというのが 2% から 49% 幅ありますけども、下痢が発生するということ。で、腸管の損傷を引き起こすということも報告されております。で、このようなことに対して、やはり圧迫摩擦ずれとマイクロクライメットに対して多層構造のシリコンフォームドレッシング剤を貼ることによって、持続性の重度の下痢、そして皮膚の脆弱な患者さんには仙骨及び骨部の褥瘡を防ぐことができるというふうにも報告されています。本当にその通りだなというような症例でした。で、これは誰でも貼るということじゃなくて、メリットとデメリットがありますので、メリットというのはやはり圧力と洗断力が軽減できるということと、マイクロクライメットのバランス、先ほどの超下痢の患者さんでもこのバランスが維持できていたということと、褥瘡が予防できるということがメリットなんですけども、デメリットとしては適切に調布しなければ全く効果なくって、少しでもやっぱり電熱が隙間が空いてたりすると下痢が潜り込んでしまって悪化するということもありますので、これは貼り方というスタッフの OJT というのが非常に重要になってきます。で、ここからはちょっと手術期の褥瘡管理についてお話をしていきたいと思います。まあ、手術期というのは、術中は非生理的環境が強いられて、圧やずれ力への対策が非常に制限される。先ほどの吉村先生も言われてた通り、問題点が非常にそこになってきます。しかし、手術室の看護師さんというのは、この15分30分の体位固定というところで、非常に的確にこのプロフェッショナルの知識と技術で、患者さんの安全を守らなければいけません。まあ、それは褥瘡の予防、神経損傷予防、そして MDR、予防ということになります。で、病棟と全く違った形になるんですね。そうするとこの問題点、非生理的なことに関するそこに介入するということより、手術師の看護さんの強みを生かしていって、まあ、ここに対して絶対安全にこの手術を成功させるんだというところが非常に予防には重要じゃないかなと考えています。で、手術槽以外の侵襲を最小限にするというのが課題になると思います。私、非常に悲しい症例を経験したんですけども、このように臓器の手術ですね、治療が完璧に成功した。しかし、このような固定具で圧迫した、このような潰瘍ができてしまうと、患者さんの QOL というのも非常に下がってしまいます。お母さんから、手術室で看護師さん守ってくれてなかったんですか？こんなことが起きないように看護師さんってついてくれているんじゃないんですかって言われたときに、もう本当に胸が痛くなった思いがあります。ですから、まあ、戦略としては手術中の非生理的環境下でも、術中単位で、まあ、予測される皮膚障害を予防できる技術が、まあ、
これが実施できるというのが一番大事で、それがどんな技術なのか、どんな戦略なのかということを、まあ、考えていきたいと思います。また症例を共覧したいと思うんですが、これはパークペンチ単位で、まだこの総称、この多層構造のドレッシング剤を導入する前なんですけれども、このように、褥瘡が発生してしまいました。まあ、60歳代の男性で糖尿病を合併していまして、微小血管の減圧術をしています。で、手術時間は7時間30分で、BMI 29、手術の終了時の体温が 37.5°C でした。で、この方というのは、褥瘡、デザイン R2020 においては、この皮膚欠損をしていても、まあ、高血があったりエコー上の、まあ、DTI というような診断、まあ、エコー上で色素の顔面とか見られた場合には DTI 疑いとして、まあ、採点をするということになっております。まあ、そこでこの患者さんというのは非常に高血があって、疼痛がもう頭部の頭の傷よりも痛いということで、この褥瘡に対しての鎮痛剤の投与というものが始まりました。まあ、そこでなんとかこれはやっぱり予防しないといけないというところで、この方は反対側のやっぱりまた手術を控えているということもあって、そこから先生の相談が始まり、手術対応をしっかり行っていったという経緯があります。で、褥瘡学会のこの個体要因と環境要因のこの図なんですけども、まあ、これが手術時になりますと、外科的な要因というのが加わって、それの、まあ、重なり合ったところに、体圧、ズレ、摩擦、マイクロクライメット、手術時間という4項目が含まれてくるような形です。ですので、このようなこの圧迫、摩擦、ズレ、マイクロクライメットというところに、何かしらの介入が必要ということになります。そこで手術室の褥瘡予防におけるこの専門的なアプローチというのをしていかないといけないわけですが、一般的な病棟ではこのように先ほども申しましたようにリスクのアセスメントから始まり、体圧分散ケアを行っていくわけなんですけども、手術室の場合も術前の単位によるやっぱりリスクをしっかりアセスメントして受圧できる工夫、そして手術の進行を把握して一時的に減圧ができるような対策を取るということと、まあ、体固定の工夫、先ほども申しましたようにどのようなものを使ってどのように除圧をしていくかというのが必要になってきます。で、湿潤やズレ、摩擦に対してはスキンケアとして多層構造のポリウレタンフォームドレッシング剤を調布することというのが推奨されてきます。で、このようなことをやっていった症例で予防できた症例なんですが、この方は60歳の女性、先ほどと同じように糖尿病を合併されていました。で、左の錐体外の髄膜腫で腫瘍摘出術を行いました。手術時間は12時間54分。先ほどの患者さんより長いんですね。で、BMI も似たような感じで 26.2。で、手術終了時の体温というのは、この方は普通の体温で36度4分でした。で、この方の場合、まあ、このように多層構造のシリコンフォームドレッシング剤を調布して開始していっているわけです。で、術後は全く無傷の状況で終了しまして、まあ、先生たちからは術前の IC でもしかしたら潰瘍ができる可能性もあるということを話されてたんですが、何もなかったことに非常に喜ばれておりました。で、この圧迫摩擦でマイクロクライメットへの対応というのが、やはりこの多層構造のドレッシングというのに非常に効果があるのではないかということが言えます。先ほどの吉村先生のご講義でもありましたように、まあ、先生というのは術や視野の確保にこのように一生懸命になるわけですね。で、この時間に先生と共同しながら、今ちょっと体圧測っていいですかとか、ナースは二次的合併症の予防のために一生懸命このように体を固定していくわけです。で、体圧を管理して、まあ、先生、どの時間ぐらいだったら、減圧とか背抜きをしてもいいかというのの、術前からのミーティングを行いながら開始をしていってます。で、術中の体管理というのは非常に重要で、まあ、体圧を可視化して、この局所の
を可視化してからこの太鼓点に役立てるというのは非常に効果のあるケアですけども、そして摩擦やズレ、マイクロクライメットというのはこの体圧管理だけではなく、何か違うドレッシング内の調布などの対策を講じなければなかなか予防できていかないと考えます。でこのように、まあ、いろんな2社のメーカーのものがあるんですけども、これをうまく駆使しながら褥瘡予防をしていくことっていうのが非常に重要であると考えます。まとめますと、まあ、震災時の環境や、まあ、褥瘡のハイリスク患者さんに日々の看護の基本というのは非常に重要なんですが、それだけではなくて、やはりこのような多層構造のテクノロジーというのも駆使することで、褥瘡発生率というのはまた下がってくるということです。で、術後の発生を予測するために、予防するために、この外力やマイクロクライメットの介入を行うことで、褥瘡が予防できるということが分かりました。で、急性期の治療中に発生する褥瘡やスキントラブルというのは、やっぱり患者さんの QOL に非常に影響しますので、できる限り予防することというのが大事です。で、体を整えた結果として、手術槽以外のやっぱり皮膚障害を発生させないことというのが最高の看護につながり、一番大切なものはやっぱり適切なものを適切な部位、適切に使用するという皮膚障害を予防するケアというのが重要であるかなと考えます。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。飯塚さん聞こえますか？飯塚先生。聞こえないか。はい、聞こえます。飯塚先生は、ICU とかそういったところのお話しされるんでしたっけ？手術室の関連でお話しさせていただきます。あ、そうですか。わかりました。そしたら、続けて、飯塚先生にも、ご利用いただいて、それで手術室のことを中心にお話をしましょう。はい、お願いします。すみません、ちょっとパソコンの電波の状態が悪いので一度切らせていただきます。大変申し訳ありません。他の先生方からお願いします。あ、皆さん聞こえてますか？すいません。聞こえてます。あ、ごめんなさい。パークベンチ単位のことについて、中谷さんと吉村さんにちょっとお尋ねしたいんですが、これからパークベンチ単位をするといったとき、パークベンチ単位っていうのは、オペ室で最も褥瘡発生率の高い単位で、で、まあ、お二人ともこういったことを気をつけてっていうので、まあ、皮膚剤を貼るっていうのを今やっドレッシングを貼るということをやってましたが、その他にどういったことを気をつけていくんでしょうね。で、一言吉村さんの方からお願いできますか。はい。パークベンチ単位ではやはり体圧分散マットレスを使うということと、あとは、手術台のローテーションとか
が受注を行われるので、やっぱりズレを止めるために強固な太鼓で、そして、局所のズレを、逃がすためにドレッシングを使うということ、あとは、うつ熱で体温が上がりやすいので、まあ、体温管理ということが重要になるので、まあ、それらすべて の対策を組み合わせて褥瘡対策を行わなくてはいけないということになります。体温管理は、どういうふうにベアハガーとかああいう温風式の使っていると思いますけど、はい、それはどういうふうに使われるんですか。温風ベアハガーには温度の室温設定とか32度、38度、43度と温度設定を、本体の温度設定をすることができるので、まあ、体温が、上がってきたら、まあ、設定温度を下げるとか、室温設定にするというふうにして、行っています。これベアハガーを、止めてしまうと熱がこもってしまうので、風を送り続けるということが大切で、まあ、その時の、まあ、体温の上昇具合だとか、まあ、あと手術があとどれくらい時間がかかるかというところにもよるんですけれども、まあ、そういう送風機能というものも使いながら行っています。はい、ありがとうございます。中谷さんどうですか。パークベンチ単位で単なるなんかパークベンチというより、やはり特殊な手術が多いですので、脳外の先生というのは本当に視野の確保のためになんかまた30度傾斜するとかのなんつうベッドのローテーションというより、患者さんの角度を角度を微妙に調整されるんですよね。どうしても本当に非生理的な環境になりますので、まあ、そこで先生とやっぱ先ほどの写真もありましたように固定しながらの時にやっぱ体圧を測りながら少しでも体圧を下げておいて、その刺激を外力の負荷を軽減させるということと、あとマイクロ下では絶対体を動かすっていうのは絶対いけないですので、先生マイクロが外れた瞬間にちょっと手を入れていいですかとか言って、少し背抜きですね、減圧を測るマットを下げる押し下げるというような介入っていうのも、なんていうかね、手術前に先生とミーティングしながら行っているような状況です。スモールチェンジとかいうやつですね。マットも、うん、厚さが13、4センチあるんですかね、そのマットをちょっと押すっていう形で、まあ、そう押すと少し減圧が測れるので、マイクロ下では絶対無理ですので、少しマイクロ外された瞬間に今いいですかっていうふうに声をかけながら行っていただいているような状況です。そのマットっていうのは、体圧分散はどうやってやられてるんですか。先ほどイエローピンクのあれ使ってましたよね。そうですね、まあ、トイもソフトナースと、あとウレタンマットレスが入ってますので、そのウレタン の厚さがあるので、その厚みを少し押すという感じです。はい、ありがとうございます。田中先生、その手を入れるというスモールチェンジに関して何かご意見ありますか。はい、とてもいいケアをされてるんだなと思いながら聞かせていただいたんですけど、確かに手術中はもう先生の手術、手技が安全に進行するっていうのを第一優先しないといけませんので、いかにその隙間を狙ってっていうところだと思うんですね。なので、で、汗かかれたりしてると、やっぱり裸でだいたい手術台の上に乗られますし、ドレープとかかかると、皮膚とドレープの間になかなか手が入らなかったりするので、今、中谷先生が言われたみたいに、マット側の方をグッと押されるとか、あるいはマットの下にさっきのスモールチェンジじゃないんですけども、ちっちゃなクッションをこう入れる場所を適宜変えていくと、自然なこう、体圧、圧がかかる部位が移動しますので、少し、血流改善というかですね、同一部位の圧迫、持続圧迫っていうのを、回避することができるので、スモールチェンジっていう方法も、ありかなっていうふうに、思いました。で、先生、ちょっと一つ質問があるんですけど、はい、飯塚先生の前に言ってもいいですかね。あ、どうぞどうぞ。はい。吉村先生の発表ですごく面白いなと思ったのが、BMI との関係なんですね。で、私が以前、随分前ですけど、術中で測った時には、やっぱり術中、同一体が続くから、仙骨部なら仙骨部圧が上がると、こう、予測をしていたら、麻酔の全置換が
効くと筋肉緩みますので、分散性が逆にベタっとして良くなって、部分圧は上がらないっていうことが分かったんです。でもその時は BMI が標準な人で、吉村先生がおっしゃったような、こう体格のいい方ではなかったんですね。でも考えてみると、BMI が高くって脂肪層が多いっていうことは、このズレのこう距離がこう密着でなくて幅があるので、こう緩やかにずれるので、微小血管への損傷が逆に少ないので、痩せ取られる方以上よりも、もっとこう、皮膚表面に対するこう、ずれとかっていうのも違ってくるんじゃないかって思うんです。なので、BMI のすごく高い人は高い人なりに、さっきみたいにベッド体からこぼれ落ちるほどデレンとなっちゃって、皮膚が伸びて、微小血管も引っ張られるってことがあるかもしれませんが、ある程度、こう、ちょっと、ぽっちゃり型の方の方は、実は結構、ズレがダイレクトに、皮膚表層等々に影響しないんじゃないかなっていうふうにも思うんですけど、その辺の見解って何かありますかね？私も、田中先生と同じ考えで、やっぱり、適度にふくよかな方っていうのは、脂肪がやっぱり天然のクッションのようになっていて、やっぱり程よく体圧分散をしてくれてると私も感じてるんですね。なのでやはり痩せてる人よりも程よく脂肪がある方の方が、やっぱり褥瘡は発生しにくいなっていう印象も持ってますし、やっぱり男性に比べて女性の方がやっぱり褥瘡になりにくいっていうのは感じてます。やはり男性の方が筋肉質で、女性の方が脂肪がついているので、そういうことはあるかなと私も感じています。あとですね、術中の準備の時にシュッと貼ってパッと貼れるっていうのが大事なんだっていうのはすごい面白いなと思ったんですが、術前訪問ってされますやん、皆さん。で、その時にこの人のリスクってわかるならば、手術室入る前に予防的に貼っておけばいいんじゃないかと思うんです。で、実際の体位を取る時に微妙にそのポイントが、ずれる可能性がなくはないんですけども、せっかく術前訪問されるんだったら、前の夜から貼られると患者さんやっぱり嫌だろうから、手術室に入る前に、ちょっとお尻すいませんねとか、腸骨の飛び出しているところの辺はピッと貼っとくとかすると、術中でバタバタして、いや、貼り忘れたわ、みたいなことはなくなりますよね。なので、術前訪問とかされるんだったら、そういう予防的なところにもっとこう、ルーティン化したらいいんじゃないかなって思ったんですけど、その辺いかがですかね。そうですね。それも、いい方法だと、やっぱり思います。で、ただやっぱり、手術室看護師でなければ、やっぱり、わからない、その調布部位っていうのがあって、でやっぱりなのでちょっと自分たちでやっぱりやりたいっていうのもあるんですね。でやっぱり病棟の方がそこまで、やっぱり オペ日ってすごく忙しいので、病棟もバタバタしてると思うんですよね。オペ出しして患者さん迎えに行ってって、そういう忙しい状況で病棟がやってくれるのかどうかっていうところもありますよね。斉藤さん、どうでしょう。はい、以前は、当院でもパークベンチの予防にポリウレタンフィルムドレッシングを使っていたことがあって、で病棟の看護師さんたちもやっぱり何かしたいっていうことで、フィルムを病棟で貼ってから出頭してもらうっていうことをしてたんですが、やっぱり吉村さんがおっしゃったように、病棟の看護師さんたちってどこに貼っていいかって本当は分かってなくって、なのでよく手術室の看護師さんから場所がずれてましたとか、場合によっては左右が逆でしたっていうようなこともあったりとかして、結局病棟でも本当にバタバタして8時までに出頭しないといけないとかいう中で、やっぱり若手のナースが手術室の中のこと何も知らないで貼ったりすると、そういうトラブルになってかえってややこしくなるっていう意見から、今はもう手術室で貼ってもらうっていうふうにしてます。はい、はい、飯塚先生用意できたみたいなんですけど、ちょっと田中先生の BMI に関してなんですけど、あれは僕も一緒に交差になってるんですけども、もともとポストライアルって言って、脊椎固定の手術の4点フレームの、あれをやったんですね。で、シャムスタディで右側と左側でドレッシングを変えてっていうのをやったんです。で、そうやった時に、結局、リスク因子として上がってきたのが、
その被覆剤、ドレッシング剤だったんです。ドレッシング剤を貼っていると、結局、多層構造の方は、褥瘡のリスクが低いというのが出てきたんですね。で、じゃあ、その多層構造の貼る前はどうだったんだろうっていうので、今度は、レトロスペクティブに、訴求的に、それより前のものを持ってきて、今度研究してみたんですけども、そうしたら、両方とも今度、シャムとして考えると、両方ともフィルムだったんですね。で、そうすると、結局、ドレッシングっていうのは出てこなかったんですよ。その時のリスクファクター。で、出てきたのは BMI だったんですよ。だから、その2つの、そのスタディを比べてみて、で、結果として、どうだったかっていうと、その何が違ったかっていうと、その BMI が高い人っていうのは、実はその最初の方のスタディでは、そのドレッシングが貼られていて、結果としてそれ守られてたから BMI がリスクファクターとして出てこなかったんだろうと。で、そういうふうな形で逆にね、その、二つのスタディを比べることで、BMI が高いことがいけないだろうっていうふうな推察にしたんですよね。で、だから通常の行外とかで寝てる場合は、麻酔がかかって、だらっとなるので、BMI が高いほど確かにクッションになるでしょうけど、ああいうような小さなパッドで支えるような場合っていうのは、よりそれがめり込んでしまうわけで、多分そういうような状況だと、やっぱりちょっと違うんだと思うんですね。そのクッションがクッションとして働かないからこそ BMI がリスクになるというふうなことで、たまたまだからあれは BMI がリスクだっていうのは全部の体で言えるわけではなくて、その4点フレームでスタディをしたらたまたまそうなったっていうことだと思うんですね。だからその辺はちょっとその体によって違うのかなっていうのがあります。私たちも今の有限要素を使ってですね、その血管、微小血管と皮膚の表面の変化っていうのは見てるんですけど、ちょっと厚さを、脂肪層の組織の厚さを変えて再現してみるっていうのはちょっとありですね。まあ、ちょっと行外で引っ張るしかないので、行外で引っ張るっていう実験モデルにはなるんですけど、ちょっと厚さを変えてやってみるっていうのをちょっとしてみようかなって今ちょっといろんな先生方の議論を聞いて思いました。はい、ありがとうございます。そしたら、飯塚さん、よろしくお願いします。すいません、お待たせしました。すみませんでした。大変申し訳ないです。よろしくお願いします。お待たせしました。私の方からは当院手術室での褥瘡予防対策としまして、マウスピースによる MDRPU ドレッシング剤使用による予防の効果と術前外来での取り組みについて説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず当院は水戸医療センターといいまして、茨城県にあります。東京や大阪などの病院と違っていて、周りには畑が広がっているような農業や漁業が盛んな地域でもあり、高齢者の方も日焼けをしている方が多いような特徴があります。当院はヤギを3匹雇っていまして、ヘリの横では雑草をヤギたちが食べているような、そんな病院であります。では早速始めさせていただきます。もう皆様ご存知の通りだと思いますので、 MDRPU の主な発生要因としては、圧迫、ずれ力、摩擦、マイクロクライメイトなどがあります。で、早速事例報告なんですけれども、当院で心臓外科の手術をされた方で、70歳代男性の方、冠動脈バイパス術、肺静脈隔離術を約9時間40分で行った方に、術後1日目にはこのような、写真でいうとこのような形で MDRPU が発生しました。で、術後の皮膚の状態としては、だいたい 2×3 センチぐらい水泡を伴う発赤がありまして、翌日には水泡は消退していましたが、発赤は変わらず、大きさ変わらず疼痛がありました。で、なぜこのようなことが起こったのかをカンファレンスで話し合いを行ったところ、
心臓の手術の時には麻酔科医師が血行動態のモニタリングや術式決定のために経食道心エコー検査をずっと行っている状態になります。でこちらがエコープローブなんですけれども、まず患者さんにマウスピースをかませてからエコープローブを入れて、上下左右とこう操作をしながら見ていくものになります。でこの日も透析から麻酔科医師がエコープローブの操作をしていました。で術中はこのようにオイフが体全体に覆い、さらに特殊な機械台が頭部の上に設置されるため患者さんの観察の範囲がかなり限られます。このように見える範囲にプローブはあるんですけれども、入っているところ、患者さんの口元はドレープを潜って見ないとわからないような、そういうような手術の状況になっていました。でなぜ起こったのかということをさらに検証していったところ、マウスピースが接触している面は弱い圧でずっと長時間圧迫されていることになります。でさらにここからエコープローブが上下左右とこう動いていきますと、ここにテンションがかかってかなり小さい点、マウスピースはもともと小さいんですけれども、さらに傾いたところに高い圧力がかかります。さらにマウスピースが動くことで皮膚にズレが生じる、こういったことから今回の MDR-PU の発生が考えられました。予防対策実施までの流れなんですけれども、まずはマウスピースをハードタイプからソフトタイプへ変更し、その後も補足事例がありましたので、どのようにしたらいいのか院内のウォークナースに相談を行いました。で圧迫ズレを減少させるために、もともと病棟で使用していた総称被覆保護剤の提案がありまして、そちらを使用することとなりました。いろいろあったんですけれども、対策実施後の MDR-PU の発生件数はそれ以降ありません。用品の紹介になりますが、今回使用したのが総称被覆保護剤としてメピレックストランスファーメリンメンリッキヘルスケア株式会社さんのものになります。特徴としては浸水性ポリウレタンフォームにシリコンゲルコーティングが施されているもので、本来の目的としては熱傷やあとは手術後の傷の被覆や保護、浸出液を吸収するものです。で他にはズレや圧迫など外的な刺激から希弱皮膚を保護するといった特徴があります。でこちらを使用する前の準備なんですけれども、まずはじめにこのようにマウスピースの形に沿って切り抜いておきます。これはこのシートで、この規格のシートでいうと12人分取ることができまして、1人当たり約100円ぐらいになります。これは看護助手さんが切っていて、臨時手術にも対応できるようにストックとしてあらかじめ作っておいております。で調布のポイントですが、やはり接触面を、粘着面を皮膚に向けて被覆するときに、伸ばしたり、マウスピースに接触する部位にシワが入らないように注意をして貼っていきます。で、この素材なんですけれども、とても粘着力が柔らかくって、皮膚に優しくフィットするような使用感でした。また柔軟性があって、口元のデコボコにも対応しているので、皮膚とこちらの素材の間に隙間がないなという使用感がありました。で、さらに剥離のポイントに関しましては、粘着力ありながらもあまり強くないため、端を持ち上げて少し角度をつけると簡単に剥がれてきて、剥離刺激がとても少なく感じられました。で、これらのことをまとめますと、ズレが体に伝達しない、術中は剥がれず剥離刺激が少ない、エコー操作にも支障をきたさず皮膚を守れるといったメリットがあるんですけれども、使用方法がうまくいかなかったり他のアセスメントを怠ると、とても残念な結果になるということも分かりましたので、そちらも報告します。実はきちんとした対策を取る前に1件 MDR-PU が発生しています。でまずそこに行き着くまでのカンファレンスを振り返ってみたところ、いろいろ分かってきました。でまずその MDR-PU というのはこちらの写真にあるように70歳代の女性で、
大動脈弁置換術を予定時間5時間でその時間通りに終わった方なんですが、手術終了直後に上行心に水泡があり、また骨折もあるんですけれども、どこかに滲み出るような出血も見られています。でこれらをなぜ起こったのか考えると、やはりマウスピースが接触する部分にドレッシング剤がきちんと調布されていなかったことと、あとは受注の観察がされてなかったので、いつ唇がこうずれ圧迫がされ巻き込まれたのかもしれない、そういったところに気づかず、また置き直しもなかったので、ずっとそのままになっていたことが原因だったと考えられました。で当初のカンファレンスは手術室看護師としては、やはり皮膚障害を抑えたいという熱い思いから、急いでマウスピースもっといいものないのかなとか、僕に聞いたらいい案が出るんじゃないかなとか、なんなら皮膚保護剤を全部貼ればいいんじゃないのかなとか、ちょっと焦った気持ちから結果を急ぐようなカンファレンスの内容になってたんじゃないかなと思います。実際には対策を立てる前に確認しておくべきポイントとして、どうして発生するのか要因を理解することだったり、どこの部位にどこが接しているのか、機器の形態のどこに注意していったらいいのか、あとは患者さんの口元にも個別性があります。皮膚もそうですし、口の形もそうなので、個別性に適しているのかの確認だったり、あとは使用材料が適切に使われているかというところをきちんと確認してから対策を練るべきだったと、ここで反省しています。でその後2回目のカンファレンスを終えて対策を検討し、あとは各診療科とのすり合わせを行ってマニュアルを作成していきました。でその次のカンファレンスとしては、手術室看護師の方から皮膚の障害のリスクをアセスメントする必要性だったり、術中の観察や保湿などを含めたスキンケア、あとは術中でも潜れば重圧やズレ力の予防が顔元でもできるんじゃないかというところ、あとは使用する皮膚保護剤が適切な方法でできるように、若手看護師でもできるように、一度全員で同じ方法でできるように練習をするといったところがスタッフから上がってきました。で麻酔科医師と段取りを整えるマニュアル作成も大変必要で、私たち看護師が作ったものを他の他職種と共同して何かをやるっていう時には、必ず前もって段取りが必要になってくるとは思うんですけれども、今回でいうと麻酔科医師の領域である顔、あとはエコーのあたり、こういったところで安全に行いたい、早く次の操作に進みたい、毎回同じ手順で行いたいという麻酔科医師とかなり長い時間すり合わせを行いました。その結果対策としてきちんとマニュアルに出したものの中では、まず周辺の皮膚の観察、あとは皮膚が乾燥している場合は保湿剤を塗殺したりとか、あとは場合によっては患者の口元とマウスピースの高さによっては2枚重ねにしていったり、あとはここは結構麻酔科の医師の理解を得るのに時間がかかったところではあるんですけれども、最低2時間おきにマウスピースの上圧を測ったり、もちろんこれはエコー使用時や不測の事態が起きているときには行えませんけれども、やっていくということ、あとはゆっくり剥がして皮膚を観察するといったマニュアルをきちんと周知をして、今では MDRP の発生はゼロ件となっております。麻酔科医師も協力してマウスピースの置き直しに協力をしてくれています。でここまでのまとめでは、 MDRPU 予防のためのドレッシング剤の使用は有効であること、でここで大切なのはドレッシング剤を使えば防げるというものではなく、MDRPU 発生の要因を理解して患者に合わせたケアを行うということをスタッフが認識していくということが重要であると思います。で今後の課題に対しては、これ以外の MDRPU 発生の可能性がある機器の認識とその予防に向けたスタッフ教育が当院ではまだ未熟でありますので、そちらを強化していきたいと思います。次に術前外来での取り組み、こちらは
試行錯誤の上でやっているといったところを少しご紹介できたらなと思っております。まず術前外来というのは、手術室看護師が患者教育を入院前に行える最高の場であると思っています。あとは患者の意思決定を尊重し、患者や家族に寄り添って一緒に乗り越えられる機会ともなると感じていますので、ご紹介させていただきます。まず当院では術前外来の面談として、このような内容で患者さんに説明をしているんですが、今日は主に手術体について、スキンケアについて説明をしていきます。まず高齢者の方が術前外来に多くいらっしゃいますけれども、老化による影響から水分量や表皮質量の低下、コラーゲンの低下などが高齢者の皮膚の特徴として挙げられます。また弾力性が低下していることから、圧迫やズレによる皮膚損傷が起こりやすく、乾燥している方もとても多いんですけれども、スキンケアの個体要因としても上がっているほどリスクが高くなります。これは先日お会いした70歳代男性の前腕と硬いの皮膚なんですけれども、ちょっと見づらいんですけれども、日焼けしている方だったんですが、夏場でもあるにもかかわらず乾燥していて、所々皮膚がむけているような状態でした。ターンオーバーは年代によっても異なっていて、20代ですと28日と言われてますが、60歳代では100日とかなり日数に差があります。なるべく早くからスキンケアができるように介入していく必要があると思います。カサカサの肌の人がターンオーバーしてもカサカサであるんじゃないかということで、当院のモックナースからは仮に60代の方が100日かかると言われていても、保湿ケアはどんどん行っていった方がいいというふうに助言を受けまして、術前外来でも説明を行うようになりました。でまずは面談の様子なんですけれども、大体患者指導を行う前に患者さんからは、よろしくお願いします、任せるしかないな、寝てるうちにどうせ終わっちゃうんでしょうといった、手術、治療に関しては両者に任せているような発言がよく聞かれています。で私たちの方も短い時間で有効に患者指導をしたいというふうに焦るあまりに、入院前にスキンケアしてきてください、お家にある保護剤でいいですので、で患者さんの反応がいまいちはーとかというような状況でも、あと禁煙と、あと指輪も外してきてもらって、専門予防のためにはカレンダーと時計も持ってきてくださいなどと、こう立て続けに説明をしてしまいがちになります。で結局患者さんはよくわからなくなって、もうわかんないから奥さんに言っといてみたいになることも多くあります。で私たちの反省点でもあるんですけれども、積極的に患者指導を行っているつもりであったんですけれども、やってくださいだけであると、なかなかやってくれる人は少なく感じました。でセルフケアの視点としては、もともとは対話を通してその人を理解することから始まると言われています。でセルフケアの獲得に重点を置いた術前面談になってしまいがちだったなと思ったのは、実は面談が終わった後に患者さんから、まだ病気を止めることに精一杯で、看護師さんが何言ってたのかさっぱり頭に入らなかったんだよねって言われたことから、ちょっと説明の方法を考え直すようになりました。で川島は専門的な看護の領域でも、健康増進や疾病予防のための意識や行動を変容することは最も難しいアプローチでもあると言ってるぐらいに、やはり難しいことなんですけれども、ここで当院のがん化学療法認定看護師の方にどうしたらいいのかなというふうにこぼしたところ、大人はやってくださいで、行動はなかなか変わらないよ、動機づけや意思決定だよというふうな返事がありました。でオレムがセルフケア理論で有名なんですけれども、やっぱりそこでも患者さんがやりたいなと思えるような動機付けだったり、自分からやりたいって思えるような環境づくりが必要だと言っています。あとはやってくださいやりましたで終わりではなくて、やりましたねちゃんと綺麗になりましたよというような、認められてこその継続が
できるんじゃないかというような助言をいただきました。で、ここから短い術前外来の面談時間の中で何ができるのかなと考えまして、患者や家族が行えるケアなのかを判断していくことだったり、あとは強調したい部分にポイントを絞って、もしこの患者さんが今説明しても難しそうだなと思ったときには、そこは潔く諦めてスキンケアの話をしないっていうことも一つ。あとは、もしできそうであれば、必要性について納得してもらいやすい説明と動機づけ。あとは、そこにいらっしゃるキーパーソンにも協力をしていただくということを意識して行うようになりました。で、例えば、奥さんがいたときに、協力していただけそうだったら、背中は奥さんが塗ってあげてくださいとか、家で保湿ケアをしたときに、綺麗になったら、綺麗になったねって患者さんに伝えてくださいとか、ちょっとお願いもしています。で、これは当院で使ってある、いるマニュアルの一例なんですけれども、まず患者さんごとに、たくさんある手術退院の中から、その患者さんの予定されている退院についての写真を見てもらいます。で、これは当定医になる採石医のダヴィンチ手術の方の例なんですけれども、大抵このような写真を見せると、こんなアクロバティックな退院を取るんですかというふうに患者さんは驚かれます。で、そういった驚かれたところから説明をスタートしています。まず皮膚障害のリスクを説明した後に予防的スキンケアの説明をこちらのパンフレットに沿って行っていきます。で、まず最初に導入の始めとしては一番の関心事スキンケアの説明をする前に手術の受け入れができているのかを確認して例えば患者さんが手術の後の痛みはどうですかとか、どんな経過をたどりますかというような声が多いんですけれども、大体の方は早く元の生活に戻りたいなというふうにおっしゃいます。で、この後に、そうですよね、早く回復したいですよねというふうに思いを受け止めた上で、私たち看護師にはできないんですけれども、〇〇さんにだったら、手術の前にできること、〇〇さんにしかできないことがあるんですというふうにお話を切り出しています。で、先ほどのパンフレットをもとに、何々さんはこの単位を取るんですけれども、特にここの場所、こことここには床ずれが起こる可能性がありますというふうに説明をします。で、患者さんはこんな単位取るの、アクロバティックな単位取ったらおかしくなるよね。ああ、ここね。床ずれ起こっちゃうんだったらどうしたらいいのというふうに反応があったときには皮膚の健康を保つために入浴して入浴後は保湿剤を塗ってください入浴しすぎはいけませんよというような話をします。で、奥さんからも保湿剤は何を買ったらいいですかというように家族からも協力的なコメントがあったときにはどんどん家族にも協力していただくように話を進めていきます。当院では患者さんが入室したときに、まずパジャマの上を脱いでから、背中に皮膚保護剤を塗ったり、あと場合によっては、こちらの、総称皮膚剤を仙骨部に貼ることもあるんですけれども、起きてるときに、こんにちは、背中きれいですね、というふうに、スキンケアを認めています、認めるような声かけをします。すると患者さんは緊張してる中からもそこだけはほこっと笑顔を見せてくれて背中には妻が塗ってくれたんだよとかあとは私たちも知らないようなアドバイス洗面台に保湿剤を置いてたら手を洗ったら塗る習慣が自然とできたんだよというふうなことを話してくれるので、まあ、頑張りましたねというふうにねぎらいの言葉をおかけしてから麻酔導入になるというような流れでやっています。で、感覚としては、現在は患者指導の後の評価としては、先ほど申し上げた通りに、患者入室してから、ちょっとの時間でお声をかけるというふうな短いものになっています。でも本来ですと、術前訪問を、患者指導を行った患者さんに対しては最低限行って、入院前に
なったスキンケアがどのぐらいできていて、でそこで明日はこれならうまくいきますねといったような評価だったり、あの病棟の看護師の方と継続してスキンケアを術前、あの入室前までこのようにお願いしますと言って、間が途切れないような継続的な看護が必要だなと思っております。最後にあの、まあ、この手はスキンケアをしっかりしてきてくださった70代の方の手なんですけれども、思わず綺麗だったので握らせていただいて、あとはあの同意を得てお写真撮らせていただいたんですけれども、あの麻酔導入前にすごく緊張していた患者さんに、あのお肌はツヤツヤになりましたね、よかったですねというふうにお声をかけさせていただきました。そうしましたら、やっぱりあの緊張してた顔が一瞬だけこう緩んで、実はあの妻と一緒に準備してきました、そう言ってもらえてすごく嬉しいですというふうにお声をかけてもらった後に、あのあとは看護師さんよろしくねと言って麻酔がかかって眠っていきました。でこの時にちょっとゾクゾクとしました。あのもちろん患者さんと家族と一緒に私たちはあのスキンケアをすることで患者さんが早く退院できるように、まあ、準備をしてきていたんですけれども、もうこの人にはもう絶対褥瘡を作ってなるものかというふうにも感じた瞬間でありました。で術前外来ではあの早く元の生活に戻りたいというふうにおっしゃってた患者さんでした。でこの患者さんの望みのためには、私たち多職種チームだけではなく、やっぱり患者さん本来の力だったり、あの家族のパワーだったり、あのいろいろなところでこう力を合わせていく必要があると感じています。で最後に、患者家族が中心となった多職種チームで手術室での皮膚障害をなくすために、まだまだあの当院私も含めて未熟ではあるんですが、先生方 の, あの今回 の, あのご発表もあの自分勉強させていただきましたので、当院で生かしていきたいと思います。あの大変あの今回はあのご迷惑をおかけして申し訳ありました。これで終わりとさせていただきます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。あの MDRPU の, あの心臓の手術の時に、あの唇のところに上方針のところにあんなのができるって全然知らなかったので、まずびっくりしたのと、でまあ、それを改善していったらもうできなくなったっていうので非常に驚きました。であれは、まあ、ポイントがいくつかあったと思うんですけど、いろいろ飯塚さんがスタッフを呼んでみんなで話し合ったっていうことと、あとは、まあ、麻酔科に協力を求めて麻酔科のドクターがそれ協力してくれるようになったっていう、その2点だと思うんですけど、であともう1点が、その今回あのメクレックスのトランスファー、ちょっと薄いシリコンのフォームドレッシングを使ってるんですけど、あれは、どうして選ばれたんですかね。あの、まあ、優しいとか、皮膚に優しいとか、そういったの中にもありましたけれども、通常だと、なんか、ああいうところに貼るのは、ハイドロコロイドで、デュアクティブとか、ああいった系統のものを思わず我々として貼っちゃいそうなんですけど、その辺、あれを選ばれた原因のところって何なんでしょうかね。ちょっとあれを変えていただいていいですか？共有の停止をしていただいていいですか？はい、ありがとうございます。あ、ミュートになってます。はい、すみません。ちょっと音声とあの画像がバラバラのものでやってるもので、一度、はい、あの皆様のお声は聞こえなくなってしまうんですが、あのご回答させていただきたいと思います。まず、あのメピレックストランスファーを選んだのは、あの当院の中で MDRPU 対策として使用しているものがその製品だったということになります。これはあのちょっとあのお金の事情にもなってしまうんですけれども、あの当院ではあの、まあ、いろいろな事情がありまして、なかなかいろんな種類 の, あの総称皮膚剤を同時にこうあの導入するのが難しくて、割と何種類かの決まったフォーム剤があの採用されていることがあります。で確かにメピレックストランスファーはあの
薄い素材なんですけれども、あれのいいところとしてはマウスピースを装着した後にもし高さが足りないなと思った時に割とスッとこう入っていけるので、あの追加ができるっていうところが、あのいいところで、あれこれじゃちょっとまだ足りなそうだった、足りせなそうだなっていう時には少し厚さを調整できるというところがいいところだったかなと思います。はい、どうもありがとうございます。斉藤さん、なんかうんうんってうなずいてたんですけど、なんか使ったりしてますか、 MDRPU？ マウスピースでできたっていうのが私の記憶上あまりなくてですね、あとなんかこう今見ていてちょっと思ったのが、例えばそのまあトランスファーより高くなっちゃうかもしれないんですけど、アンカーファストとかは安全に使えないのかなって思ったりとか、あのほっぺたによくクリティカル領域で相関チューブ固定するのにほっぺたをハイドロコロイドで、でこの口の上のところは浮くっていうものがあるんですけど、そういったものだと余計コストがかかっちゃうのかなって思ったりとかしました。はい、なんかはい、もうちょっと固定でなんかできそうかなって思ったりしながらあのお伺いしていました。中谷さんいかがですか。中谷さんもあの循環器でああいったものを使われていると思います。あの血管外科の手術とか心臓の手術っていうのは軽食とエコーは当院でも使用されてます。で、あの麻酔科の先生の、まあ、主義って言うとおかしいんですけども、あのちょうど軽食道なんで口から入れてちょうど長いので上に結構あの等速上の方に吊るさげたりするんですよね。なのでそういう主義とかを具体的にあの改善していただくとか、あの上圧絶対できると思うんですよ、術中にあの上圧があのできますので、私も以前手術室で勤務してた時にできたりとかしていたんですけど、先生ちょっと場所変えてくださいとかっていう風にあの少しあの先生と声かけ合うっていうのも重要かなと思います。確かに当院でも軽食道エコーだろうなっていうような気管内相関チューブの MDR かなと思うんですけども、径が太いのできっとこれは術中の軽食エコーなんだなっていうのはあの遭遇したりするんですけども、まあ、そういう時にやっぱり手術室の看護師さんと麻酔科っていうのがちょっとずらしてくださいみたいな声かけっていうのが非常に重要じゃないかなと思います。で、当院ではその被覆剤は使用してないんですけれども、まあ、そういう声かけとか、あとはあの乾燥していたらやっぱり外力起きやすいですので、まあ、ワセリンベースのものでも全然大丈夫だと思うので、少し保湿をするとかっていうのが非常に重要かなと思います。はい、ありがとうございます。田中真紀子先生、何かありますか？ MDRP 予防で、口唇周りとかそういったところです。あの、私も今、中谷先生がおっしゃったみたいに、あの、直にこう、操作されるから、あの、当たるわけだから、ちょっとこう、浮かす、こう、なんていうかな、その、ガイドワイヤーじゃないんですけど、なんかあの、それこそ、つるか、なんかあの、こう、預けるようなものに、こう、置かれると、あの、口のところにダイレクトに圧っていうか、あの、かからないですよね。まあ、でもその分頭元とかいろいろ装置がいっぱいできちゃうから、ダメなのかわかんないんですけど、例えば点滴の、あの、吊り下げるところにちょっと引っ掛けて、あの、少しでも浮くようにするとかすると、うん、あの、口の負担のところが少ないのかな、なんていうふうにちょっと思いながら聞いてました。確かに食道エコーのところがこうずっと重いからダラッとなるので、それを上から吊るっていうことですよね。なるほど。それは確かにいいかもしれませんよね。はい。どうもありがとうございます。皆さん今プレゼンテーションしていただいて、まあ、手術器と、あとは ICU とっていう話が出てきていて、今度は、ICU のお話しましょうかね。中谷さんのところで、COVID ではないな、あれは、地震の時ですか。地震の時にうまく被覆剤が腫れていたら、あの、マットレスとか、ああいったものがぺったんこになって、除圧できなくなってもなんとかなったっていうお話ですよね。あれはなんかすごいなと思ったんですけど、それ、もう少し詳しくちょっとそこお話ししていただいていいですか。あの時も私も本当に
あ、褥瘡は頻発するってちょっと思ってしまったんですね。やっぱ環境が悪すぎるし、継続看護ができない。で、まあ、スタッフもみんなパニックになってますし、で、患者さんもやっぱりパニックになっているってところもあったので、スタッフもそのパニックの中で体変換頻回にするとか、おむつ交換頻回にするっていうことができなかったんですね。で、もう本当に発生するだろうなと思った時に、スタッフから、あの時にちゃんと貼ってたんで、全然便入ってなかったんですよっていう言葉とか聞かれた時に、やっぱりスタッフから基本のことをしっかりと次の勤務に任せることなく、そこの勤務帯でしっかりとした基本のケアを完結させるっていうのが、あれ基本って大事ですねっていうことがスタッフの声から聞こえてきたっていうところで、まあ、多層構造を張るっていうことだけではなくって、やっぱり一つ一つの看護技術を的確にその勤務時間内でしっかりと行うっていうことも非常に重要ではないかなと思いました。で、ICU の件なんですけども、当院でよく開胸したままとか回復したままの症例っていうのもいるんですけども、多層構造のドレッシング貼ってない症例で、開胸して回復して大変感しないでほしいって先生から言われる症例で、やはり発生してしまった事例があるんですね。で、そこでやっぱり多層構造のドレッシングっていうのはマイクロクライメートと摩擦ズレというところで、エアマットもやっぱりこう動くときに少し摩擦ズレが起きたりとかするので、非常に効果的なんだなっていうのを感じました。うん、ありがとうございます。あとは、そのエアマットレスが、その電源が入らなくなってしまったときに、何かね、その、被覆剤、ドレッシング以外にできることってあるんでしょうかね。静止型のに取り替えるってもちろんそうなんでしょうけど、そんなバタバタしているときに取り替えるの無理じゃないですか。で、何かできることってあるんですかね、そこで。今、各社がかなり非常に、開発熱心で、まあ、14日間大丈夫だったりとかするので、まあ、以前のように。14日間って何が大丈夫ですか？電源落ちてしまっても、全部底付きしないような対策っていうのが各社開発されてきているんですね。そうなんですか。当時っていうのはちょっと古い機種だったら、やはり底付きしてしまうっていうことを、私もこんなことないだろうなと思ってたんで、ちょっと甘く見ていたところがあるんですけど、本当に底付きしてしまっていてっていうところはあったんですけど、でもスタッフはやっぱクッションとかをうまく利用して、除圧をしていただいてたっていうのがあるので、やはりクッションとかやっぱりもうその場にあるもので対応するっていうことって非常に重要だなと思いました。はい、ありがとうございます。そしたら、一番最初にプレゼンしていただいた吉村さんの、なんか最後の方で、ちょっと、これ皆さんに提案ですみたいなのありましたよね。ちょっとスライド出してもらっていいですか。あれは、パークベンチ帯じゃなくて、採石位だったと思うんですけど、採石位でなんか褥瘡ができて、それをどうしたらいいでしょうかみたいなお話だった。はい。これって今、見れてますか？見えてません。見えてません。はい。これで。はい、見えてます。褥瘡ちょっと見せてください。39ぐらいですか。でこういうような褥瘡ができて、もともとが採石位なんですね。はい、そうです。採石位で11時間で、はい、体温も上がっていて出血量も多いと。はい。で、これに対して、もう一回41を見せてください。はい。これ、何の手術でしたっけ？これは、ダヴィンチでの結腸切除術。結腸切除。だけど、右の臀部に褥瘡、先ほどの褥瘡ができたと。はい。その原因について。はい。右側だけなんですね。そうですね。右側だけですね。はい。37を見せてもらってもいいですか。はい。こういうような体で、レピテーダーで、左右差があったとか、そういうことはないんですか。左右差はあった、じゃないかなと思います。で、それであとデビューターの手術台のローテーションはなかったんですけど、
デビデータを操作したっていうことと、あとは、まあ、でも一応肛門操作の時なので、そんなに大きく左右の足の高さが違うってことはないはずなんですね。でもデビデータの、まあ、操作で、そこが臀部のところが起点となって、まあ、ズレが生じた可能性はあるなとは思うんですけれども、そういう見解でいいのかどうか、その可能性があるかどうか。なるほど。皆さんいかがですか、これ。どうして右側だけ右できたのかと、何か推察できることありますか。田中いいですか。はい、どうぞ。はい。私、側腕があるんですね。なので、どっちかに傾いてるんですよ。なので、ひょっとすると、もともとこの方の体型的な理由で骨盤が少しどちらかに歪んでるとかっていうのがあるのかもしれないのと、見るとこれ DTI になってて、表皮の、ビランがないので、ズレよりは多分圧迫だと思うんですよ。で、見ると2箇所に DTI の可能性があるので、ひょっとすると下の敷物のよれ方に見せてください。かなとも見えるんですけど、どうでしょう。これ2箇所が多分 DTI だと思うんですよね。で、なんか、敷物の部分で、ズレならもうちょっとローテーションかかってのズレなら、表皮がちょっとめくれてもいいというか、ヴィランしてもいいかなと思うんだけど、圧だけの二重発石になってるので、多分部分圧迫が何らかの影響でかかったとなると、敷物か何かがよれたかかなっていう気がするんですけど、どうでしょうね。どうですか、吉村さん。敷物はマジックベッド、陰圧式固定具の、まあ、カバーがあったっていうことだけなんですよね。あと、これ別、この方は右の臀部にできてるんですけど、左の臀部だけにできるって方もいらっしゃって、なんかどちらかの臀部っていうのがあるんですよね。ダヴィンチでしたよね。だから先生がどっちかに立って、術屋が、で、先生のがこう押しちゃうってこともないですよね、ダヴィンチならね。そうです。先生が立つ位置は決まってますね。患者さんの右側が助手の先生。右側ならば、それでちょっと圧がかかったとかいうのはない。はないですね。それはない。ない。はい。ないですね。多分腰部のとこの黄色いところってマジックベッドのこう圧の調整がなくて段差ついちゃったから起こってるんだと思うんですよね。はい。これはマジックベッドの変異の硬い部分が、結局ソフトナースで上じゃなくて、硬い部分が当たってしまった。当たっちゃってるんですよね。はい、この横の線は。だから何かが当たってるんじゃないかなと思うんだけどな、お尻のところに。通常はこれソフトナースがそこに敷いてあるんですか？ソフトナースがあって、その上に敷布っていう感じですか？乗ってる。で、この腰の部分にマジックベッドが当たってしまったっていうのは、その肛門操作をするときに体をこう引きずり出すんですよね。それでベッドからもうほぼはみ出てる状態になって、もうお尻が宙に浮いちゃってるんですよね。で、その際に、マジックベッド、まあ、ベッドの変縁、マジックベッドの変縁、ベッドの変縁がその腰の部分に当たってしまってるんですよね。で、それまではお尻はベッドに乗ってるんです。なるほど。ただ、こうなんか赤みがね、一様じゃないじゃないですか。赤かったり白かったりとかしてるので、何かがよれて当たってるかっていう感じで、やっぱり何かが当たってるんだと思うんですけどね。他に何かご意見ある方どうですか？中谷さん、飯塚さんどうですか？私も田中真子先生が言われた通り、結構左右差がある患者さんっていらっしゃるんですよね。で、手術の体位取る前にその手を入れてみて、その左右差がなかったのかどうかっていうのは一つ疑問で、ちょうどもしかしたら骨の変形でこの部分に少し突出があってっていうのも考えられなくもないかなとは思うんですけど、で、まあ、ズレが加わっているので、正円形にはなってないですけど、この部分が何かしらの変形も加わってたんじゃないかなっていう
のが一つあります。確かに私も DTI であると考えます。うん、確かに。飯塚さんどうですか？聞こえてないかな。飯塚さんどうですか？聞こえてない。斉藤さんどうですか？はい、私ももう田中真紀子先生がおっしゃる通りだなっていう勉強になったところなんですけど、実は結腸切除って消化器外科医に聞くと、その、右半結腸と左半結腸とで体位って違うらしいんですよ。右半結腸だったら別に採石員のそもそもセッティングもいらないとかいう先生とかもいるので、その術式が結腸切除の右だったのか左だったのかっていうのがちょっと気になるなっていうふうには思いました。あ、なるほど。あの最初だから傾いてるってことですね。ベッドがローテーションされてるから、はい、ただローテーションはないっておっしゃってたので、おそらく足の上げ方で左右差が出たんだと思うんですよね。なのでその程度とかがちょっとどうだったのかなっていうのは気になりました。あ、右足だけすごく上げてるとかすごく下げてたとか、そういうことでこっち側の右の臀部にあの下体の部分の圧を支えるような高い体圧が加わってて、かつこのシーツか防水シーツかがもしかしたらちょっとシワになってたんじゃないかなっていうのは少し思いました。なるほど。で、仙骨のところは三角形のプロテクトを貼ってたと。だからまあこの部分はまさに貼ってなかった部分なんですね、ドレッシングは。なるほど。で、こうやって片っぽにできるってことは結構あるんですか、こういう採石で。たまに見かけます。はい、片っぽだけっていうのは。だとすると、じゃあ、仙骨だけじゃなくて、こっちも貼っといた方がいいっていう形になるんですか。どうなんでしょう。ちょっとそれがどうなのかなというところですね。うん、ここに、はい、あの長時間手術、これあのコロンダヴィンチコロンダヴィンチなので、手術時間もやっぱり長くって、で、ロボット支援下だと、やはり10時間近く、それ前後かかってしまうので、まあ、そういうオペの時は、貼るとか。うん、なるほど。でもそれが、手術の手術がそういう問題であれば、まあ、そのシーズの手話をあのちゃんとする。伸ばすっていうのもあるんですけども、その術中の介入が非常に難しい。それを術前にやって、でも途中術中ローテーションとか、あの足をやっぱりデビテーターで高さを変えたりとかするので、その都度その都度介入はできない。うん。で、なのでじゃあどうするのがいいのかなっていう、あの質問です。あのこの方のお尻だと予防的にここに貼らないといけないっていうお尻に見えないですよね。なんか仙骨分もそんなに、ね、突出してないし、臀筋が結構たわわにあるからクッション効果がありそうだから、ここになんか予防しなくっちゃってこう誘われるようなお尻じゃないですよね、なんかね。そうなんですよね、うん、なのでやはり仙骨部はきっと褥瘡ができるかもしれないっていうので、まあ、仙骨部は貼ってるんですけど、臀部もドレッシング貼るのかどうかっていうところはちょっと悩ましいかなと思いました。あと41で他の質問なんでしたっけ？3つ質問あって。あ、そうですね。肥満患者の方の、まあ、術中の除圧ってどうされてるのかなと思って、本当にあの体が重いので術中除圧をするってなっても、今陽子的除圧が効果があるっていう風にあの言われてるんですけど、まあ、手が入っていかないので、まあ、マットを押し下げることもできないんですよね。でこの方は、術前に外回りの看護師の人が先生とあの打ち合わせをして、まあ先生たちのタイミングのいいところで、患者さんの体を、まあ、あの持ち上げる除圧をしてほしいって言って、だいたい4時間おきに先生たちが体を持ち上げて除圧をしてくれたそうなんですね。で、っていう除圧をやったっていう症例なんです。そこで、右の臀部に、まあ、このような発石ができた。でもそしたらその除圧しようと思って持ち上げた時になんか下がずれちゃったんじゃないですか。でそうすると血中の除圧を全くやらないとなると、うん、それはそれでまた褥瘡ができるのじゃない、できてしまうんじゃないかなって、じゃあどうすればいいんだろうなという疑問です。なるほど、なるほど。あの、
それこそ関節包で、手術台のマットの下に何か入れるっていうのはできなかったですかね。これはマジックベッドを使っているので、うん、はい、硬いんですよね、陰圧式固定具。で、その上に、まあ、アクションパッドと、まあ、ソフトナースがあるっていう状況なので、スポンジ、そのスモールチェンジとかそういう方法が。いや、だからベースのマットレスの下でいいので、マジックベッド使っててもいいんですよ。でマジックベッド硬いので、そのマジックベッドの下にクッションを入れても。でも、ちょっと傾斜がつくじゃない？その傾斜が大事なの。ほんのちょっとでも傾斜がつくと、圧のポイントが。ダヴィンチの時は、術中の操作に影響があるので、うん、そのマジックベッドの下にスポンジを入れるっていうことは、ちょっと難しい。ああ、そうか。うん、なるほど、はい、ダヴィンチ の, そのポートを立ててダヴィンチのアームが来てっていうそのセッティングがあるのでそこで患者さんの体をの高さを変えるとかそういうのはできない。なるほ ど,、うん、なるほど。なんかいいですか。はい、どうぞどうぞ。多分この相談を吉村さんに病院内で受けたとしたら次にやってみようって私が考えるのは置き直しはやめて、その代わりに、例えば少しだけローテーションとかだけをかけてもらう。要はシーツと皮膚を剥がしちゃうと、その、シワになっちゃうかもしれないっていうことを考えて、少しだけ逆にポートを4時間に1回やってくださる余裕がっていうか余裕はないけど作ってくださるんだったら、こう、ベッドを逆にローテーションだけちょっとして、私たちよく車椅子に座ってる患者さんのこう除圧って言って肩押すだけでも全然違うんだよって言うんですけど、このローテーションだけ逆にかけてもらって、体圧がかかる位置をちょっと変えて、で、また戻すだけ、持ち上げるんじゃなくても角度だけ一瞬変えるっていうのはやってみたらどうでしょうっていう提案はするかなって思いました。なるほど、なるほど。それはいいかもしれない。うん、じゃあぜひちょっとやってみてください。それでまた今度結果を教えてください。はい、ありがとうございます。ちょっと時間が過ぎてしまったんですけど、何か言っておきたいこととかあれば皆さんどうですか？あ、飯塚さん最後に術前訪問の話をずっとされてたんですけど、東京医大はされてるんですか？術前訪問って。はい。してます。してます。中谷さんのとこはどうなんですか？リスクのある症例とか長時間予測される症例は、行ってます。ああ。そうなんですね。最後というか一言先生いいですか？はい、ああ、もちろんどうぞ。はい。今日すごい初めてこういうのされてるの知らなかったので、すごくいい勉強になったし、たくさんの方が参加されてるんだなと思って、すごいなと思ってですね、びっくりしました。で、当たり前の、本当に当たり前の話なんですけど、私たちは手術もいくつもいくつも、あるいは直送患者さんも毎日何人も見るんですけど、当事者にとったら一生に一回の手術かもしれない。本当に命をかけて手術台に登ってる人かもしれないですよね。なので、飯塚先生のところですごく丁寧な、説明も、こう、患者さんの気持ちもっていうところで大切にしてくださってたんですけど、もう当たり前のようにそれを気にしてくださってるっていうのは思うんですけど、一期一会じゃないんですけど、一回一回を、やっぱりこう、すごく、丁寧に、大切に関わることがすごい大事なんじゃないかっていうのを、三人の先生方のお話を聞いて、災害時の対応も、日々のケアが良かったから、褥瘡発生ができなかったし、で、吉村先生のところもすごいいろいろ工夫されて、少しでも手術以外のダメージが起こらないようにされてるし、で、飯塚先生のところも本当に丁寧に、ちょっとでも、こう、笑顔が、手術の緊張の場面でも、患者さんがちょっとでもリラックスして、手術に臨めるようにっていう工夫されてる、その一つ一つの事例に一つ一つ丁寧に対応することっていうのが、やっぱり基本であり、いろんなことがうまくいくことの、こう、本当にスタートであるし、究極のやっぱり気をつけていかないといけないことかなっていうのを、今回すごく教えてもらったので、すごいいい時間を共有させてもらったなっていうふうに思いました。ありがとうございます。
田中先生、ありがとうございます。まとめていただいて、本当にありがとうございます。また、ぜひ、こんな感じでやりたいなと思うんですけど、ぜひ今度は、症例だけ持ってきてください。皆さん、時間が長いので、症例だけ持ってくると、もっともっとディスカッションが、深くなるので、ぜひ、今後、お願いいたします。では、次回ですね。で、いきなりテーマ、義足なんですけど、パラリンピックもやってるので、ちょっと、9月2日は義足っていうのをテーマにして、で、整形の先生、また、理学療法士の先生、また、義足を作ってるメーカーの方に来ていただいて、ちょっと義足について勉強したいなというふうに思っております。詳しくはまた、ホームページまたは、Facebook で、皆さんのところにお知らせいたします。今日はちょっといろいろ不具合があったりしましたけども、なんとか、終了することができました。皆さんどうもありがとうございました。また、みんなで話し合いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。